厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。韓国食品、悪質再犯10社摘発。ネズミの死体にゴキブリうようよ。韓国食品安全当局、食品衛生法など繰り返し違反した業者10社を摘発。作業場内の衛生管理を適切に行っていない食品会社が当局に摘発された。その企業は職場でネズミの死体や有害害虫が多く発見されるなど、衛生状態が深刻なレベルであることが分かった。韓国食品医薬品安全所は、食品衛生法を複数回違反した食品の製造・加工業者など10社を摘発し、行政処分をはじめとする関連措置を行ったと13日明らかにした。今回の点検は、最近3年間衛生基準を繰り返し違反したり、賞味期限の偽造や変造などの重大な違反が摘発されたことがある会社43社を対象に行われた。点検の結果、原料の入出庫及び在庫を記載する原料受払簿や生産日誌などを作成していないところが5箇所、衛生的取扱い基準違反と、事故品質検査未施行各2箇所、健康診断未施行1箇所などの事項が摘発された。調査対象のうち約 40% を超える企業が再び食品衛生法に違反した。食品医薬品安全所によると、京畿道ポチョン市のある業者は、これに先立ち営業場を無断で拡大し、基準に満たない衛生管理で2度も食品安全当局に摘発されたが、今回の点検でも改善されていなかった。作業場の隅には排泄物が放置されたまま乾いており、鳥の羽も発見された。また7つの製品に対して自己品質検査をする際に、大腸菌群の項目を正しく検査していないことが分かった。2017年に一度衛生基準を破ったイチョン市の業者も、職場衛生を改善していないことが分かった。換気扇には汚れとカビが生えており、作業場のあちこちでクモの巣とカビが発見された。以上、ネットの情報。以下、韓国ネットの声。あんなところは業者名を公開しなければならないのではないか。業者名公開、社長を含む全役員は食品関連会社就業禁止までやらなければならない。税金を取り立てるために公開しないようだ。自分たちだけが知り、あの業者の製品を買わなければいいから。人を殺しても公開しないのに、あれを公開するかということ。隠すことに汲々としているね。本当に人権云々しながら、多数の国民に被害を与えるのは最高の国である。食べ物でふざけたことをする奴らは、関係者全員死刑にしなければならない。もし間違って食べれば、病気を超えて不妊や遺伝子にも影響を与え、子孫までもが被害を受ける。死刑にできないのであれば、二度と食品業をできないようにしろ。本当に不思議だ。誤りを見つけても誰なのかがわからない。 A 社、 B 社、 C 社、何を作って売ったのかを教えなければ、業者を公開して市場に出回っている製品をすべて回収せよ。業者を公開しないから何度も摘発されるのだ。法律を変えてでも食べ物でふざけたことをしたら、監獄に行くことになると
言うことを示せ、そのまま廃業しなければならない、廃業では足りない、全財産を没収して刑務所暮らしをさせなければならない、廃業させるか、名前を公開しなければならない、数日営業停止にして罰金を少し払わせたら再び営業再開しろと、どこの業者なのか何の食品なのか教えずにどうしろというのか、食品は買って食べるのではなく全て自分で調理して食べろということか、一体なぜ聯合ニュースはこんな記事を書いたのか、なぜ写真をアップしたのか、むしろそんな写真を見ずにいた方が気が楽だった、何か対策はあるのか、そのまま記事を書けば終わりってことか、どこの業者でどの商品に入っていたのかを教えてくれ、私は今までゴキブリをすりおろして作ったラーメンをうまいと食べていたのか、あのような摘発事案であれば事業所を閉鎖すべきだ。韓国政府食品医薬品安全所のサイトに行けば摘発業者名が出ている。おお、ありがとう。面白いのは営業には支障がないということだ。それでずっとあんなことをしているのだ。ちょっとは処罰しろと言いたい。情けない。食薬所は仕事をしろ。最初からあんな業者が出てくるようにしてはならない。衛生状態が不良の業者は廃業させなければならない。あんなところは営業停止ではなくそのまま強制廃業だ。そうしてこそ守るようになる。見るだけで眉が潜む写真です。実際に食べ物を加工した施設かどうかも疑わしいほど不潔で不衛生です。あんな風に管理するとか良心もない人です。衝撃です。中国に負けず劣らずではないか。中国と比べて何が優れているのか。中国はあんなところが大半だ。業者はあんな状態になるまで放置しておいたのですか。管理監督は誰がやっているのですか。営業許可を取り消してください。米国はゴキブリが一匹出れば会社を閉鎖させられると聞いたが、食べ物を作る工場なのでゴキブリが多いのです。食べ物関連業種は仕方がありません。虫はともかく、なぜネズミを片付けないのか。ここは中国なのか。本当に大韓民国で正しいのか。以上、韓国ネットの声。以下、日本国内ネットの声。京風の2だ。大量のゴキブリの死骸とその横に記されたハングル、なんだろう。写真から感じるこの既視感。これからは原産地確認を忘れてはならないな。絶対にコリアさんは買わない。ドラッグストアのゲンキーとか韓国食品多いから、知らない商品はラベル見て必ずどこの国の生産か確認して買うようにしてる。一時期100均でも韓国製品多かったけど、食品以外はだいぶ減ったね。そりゃ見せかけだけの発展。金稼げれば信用なんかどうでもいい。中国と同じ。亀田製菓は韓国ノンシンとの提携を切れよ。以前大問題起こしたノンシンだって韓国で今でも普通に商売してるんだし、これだって韓国では大した問題じゃないんだろ。食品製造じゃなくてもあんな環境アウトだろ。やっぱ汚いの概念が違うんだろうな。そんな普通の衛生基準を適用したら韓国じゃ店なくなるだろ。水道から虫も出るんだぜ。俺が辛ラーメンや
韓国のりを避けてる理由の一つがこれ。氷山の一角じゃなかろうか。それに出荷先が日本とか客が日本人なら何するかわからない。韓国人旅行者が日本の飲食店で差別されたなんて話題になるけど、韓国だったらレベルが違うよね。しかも10社過去3年間という事実。作業場の隅には排泄物が放置されたまま乾いており、衝撃的だが、朝鮮の DNA からするとその方が落ち着くんだろう。ことあるごとに給料も日本を超えたとのたまう在日どもだが、高い給料ももらってるんなら片付けろよ。役人には安心してください、日本輸出用ですって言って営業許可もらってそう。これカルビー作ってるノンシンの韓国工場かな、それとも亀田製か。どちらにしろ韓国に工場を移した菓子メーカーもご多分に漏れず、こんな感じの工場なんだろうな。そりゃあ日本の厳しい基準も持ってりゃコストかかるだろうけど、こんな衛生環境で作ってりゃお菓子作りも安くあげられるよな。マジでカルビーや亀田は気持ち悪くて買えねえ。残飯の使い回し平気でやる国だからね。ネズミの死骸くらいで驚いちゃダメだろ。一昨年だったかな、韓国製造のケチャップから生きたウジ虫がゾロゾロ出てきたしさ、普通なんだよこういうの。この時食薬所の職員が、消費者が気分が悪くてもウジ虫はお腹の中に入ればほとんど死滅するんですとコメントしてて、ネットが炎上してたな。食品関連のところであんな状態になるのが心の底から理解できない。客が食って何かあったらって考えないんだろうか。ことが起こった時の出費計算したら、掃除する方が間違いなくコスト低いのに、政府の役人が問題ないって言うんだもん。民間がコストかけるわけないよ。最近韓国産のひじきを日本産と偽装して売ってたってニュース見たな。原産国確認だけでは回避できないらしい。実際に過去韓国のインスタントラーメンの乾麺にゴキブリとかその幼虫とかが混入していたって事例があったからな。他にもネズミの頭部とかそういう事例が存在する国だよ。で、その当時の言い訳が、食品工場だから完全に排除するのは不可能ってやつ。2008年の中央日報だが、食品医薬品安全庁発表のノンシン釜山工場で作られたスナック菓子セウカンからネズミの頭と推定される異物を確認したとの記事がある。ノンシンなら辛ラーメンから黒ゴキブリの混入も報告されてるよ。ノンシンとか大手であっても信頼できないのが韓国なんだよな。日本の場合も異物混入とかあるけど、製造側が事実の発表や全品回収するけど、韓国製品ではそんなことしない。だから韓国食品は絶対に買ってはならないし、口にしてはならない。ましてや反日感情を持った人たちの日本輸出版なんかはなおさら危険だ。この記事は韓国の一般的な食品加工会社の衛生状態だと思います。一般的商店はもっとひどい。ネットで見た韓国のキムチ工場の日本向け製造ラインでキムチ詰めてるババアが唾を吐き出して瓶に入れてる画像を見てから、一切韓国製造の食品は口にしなくなったな。衛生関連以外にも反日感情もあるから
何入れられてるかわからないよ。俺もあの動画を見てから韓国食品は絶対食わないことにしてるわ。コロナ収束後、韓国旅行に行く人は覚悟の上で行ってね。以上、日本国内ネットの声。この度、当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在当チャンネルを登録していただいている視聴者様には予備チャンネルにもぜひチャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には1パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3タップすると関連チャンネル海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますからそこをタップしてください。4チャンネルページに入りますのでチャンネル登録をお願いします。5新チャンネルの動画をご覧いただきますとこの間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたらぜひご覧ください。